こんばんは、こんばんは。こんばんは。耳かけ。こんばんは、チーム B の山部あゆです。よろしくお願いします。今日はオフショルダー。そう、オフショルダーですね。そうって。暗いね。電気つければよかったな。そう、なんかリングライト的なやつ。でもね、そう、根元の刺す部分がないからつけれないけど、今は 今はつけれない。今日のようかわいいだって嬉しい、ありがとうございます。やった。今日は白と黒のモノトーンですね。で、そう、白と黒のモノトーン。そう、最近モノトーン系好きなんですよね。そう、なんかシンプルめなのが着やすいなっていうのがやっぱ一番思うんですよ。なんだろう、例えばガラガラしてるのも好きなんですよ。チェックとかもう大好きなんですよ。だけど、なんだろう、無地とかワンポイントとか、わかるかな、わかるよね。わ かるかなというとしたけど、わかるよね。そう、そういう系のが好きで、そういうのに柄物を合わせとか、そう、合わせられるじゃないですか、無地とかならワンポイントとかも。そうだから、そう、なんかさ、全部持ってるお洋服がドットチェックとかだけだとさ、なんかもうこれは合わせられないと思うじゃないですか。だから最近はシンプルめだけど、なんて言うんですかね、いい感じなのを、そう、探すようにしてる。そう、最近。そうそうそう、なんか年々好みが変わってってるなーっていうのある。でも普通に生きてて、お洋服の、そう、変わるよね。AKB に入ってからも結構変わったと思う。初めの加入当初から、加入当初はほんと可愛い系だったんですよ。なんて言うんだろう、なんて言ったらいいんだろう、あれ、ブラウスにスカートみたいな、そう、短めのスカート、ミニスカートに、そう、ブラウスみたいな、そうそう、感じで。まあ月日が経ちまして 月日経って、次が何だろう、大人っぽいけど、なんだろう、可愛い系みたいな、なんて言ったらいいんだろう、まあそんな感じになって、でその次が、まあ大体何でも着るようになって、まあ今も何でも着ますねみたいな状態になってる。そう、好みがだいぶ変わったかも、入って5年でも。うん、変わりましたね。そう、変わった、変わった、だいぶ変わりましたね。今じゃ絶対加入当初のお洋服あんま着ないなっていう。あんま着ないね。着てくださいって言われたら、もしかしたら着るかもしれないけど そんな着ないね。そうそうそう、カニシナよく着てるイメージある。確かに加入、そうだね、加入。でも最近あんま着てないかも。最近どちらかといえばアンジービーが多いかもしれない。そう、サイピーさんのブランド、アンジービーとか多いね。そう、シンプルだけどおしゃれみたいな感じのが好きかな。ハニーシナモンも全然着るし、この間も可愛いの見つけて、そう、可愛いの見つけた。そう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 。そうですね。でもなんか多分、やっぱ加入当初がああいう感じのお洋服で着てたから、
そう、多分ああいう感じのお洋服が好きなんだろう、可愛い系が好きなんだろうなっていう印象がついてて、そう多分ついてるっていうのもあってあれだったと思う。14周年公演の時にゴスロリのあのユニットだったのかなって思った。そうそうね、多分それでだかなって思った。うん、そう、なんかマジスカのマジスカロックンロールを AK ビンゴさんで披露させていただいた時もああいう感じだったじゃないですか、ゴスロリ系で。そう、しのぶさんにちょうど、そうしのぶさんがいらっしゃってお話ししたら、あゆちゃんにはそうゴスロリを着てもらいたいっていうのをその時に言ってもらえて、そう言ってもらえたので、多分その本当加入当初のそう服装のイメージがついてるのかなって思った。それで、うん、そう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 なの。あとツインテールよくやってるかなっていう、言ってるからっていうのもあるかもね、多分。今もうできない、今もうできないけど、なんかもうこんなこんな感じ短め短めですね、短いとっても。まあそんな感じかな。パンキッシュ懐かしい、そうね懐かしい。いやほんと務まるか分かんなすぎて、パンキッシュがあゆに果たしてあの時本当に務まるのかなってすごい不安だったけど、で結構皆さん良かったよって言ってくださる方多くて、良かったなっていうイメージも印象しかないないです。本当にね、ほんと結べないぐらい、もうポニーテールもうこっちまで持ってこれないんですよ、後ろの毛。そう横まで来ない、そうもう来ないのだからね、結べないね。ハーフツインぐらいじゃない、多分無理だと思う、この長さだと。全上げは無理ですね、そう無理無理アンナさん公演のアイちゃんのパフォーマンスかっこいいだって。でも多分あのあんな大きめのあんな大きめというかあんな大きく激しくやるのは多分アンナさんぐらいでしかやないかな。そうね、多分そう、あの踊りはアンナさんだから、アンナさん公演だからできるっていうのもあるので、そう、うんそうね、うんそうね、そうですねそうですね、あのダンスはアンナさん公演でしかきっとやりません。そう、うん、そうシアターの女神はあそこまで激しくやるセットリストではないので、セットリストというか雰囲気とかも含めてではないのでね、やんないね。バイト終わりましたって、お疲れ様です。バイトやってみたかったな、あゆ。なんか普通にそう、この間さややさんとコラボでショールームやった時もそう、あゆがバイトみたいなするなら何やりたかったでしょうかみたいなやつで、アイス屋さんって言ったっけ、あゆ確かアイス屋さんって言ったんですけど、本当にやってみたかった。なんか普通に遊園地のアルバイトとかしてみたかったし、まあアイス屋さんもやりたいし、そうやってみたかった、普通にやりたかった。なんか絶対やろうと思ってた、はい、そう AKB 入る前は。でもともとモデルさんとかには興味あったけど、そうバイトもやってみたいなって思ってた。そう遊園地のねやりたいかな。
あとなんかあるかな、やりたいの。特にないな。あとはないけど、まあそうだね、そこら辺やりたかった。アイス屋さんか遊園地のアルバイトやってみたかった。そうそう、楽しそう。なんかさ、同い年ぐらいの子が働いてるの見るとすごい楽しそうだなって思うの。そう、なんかまあそれぞれさ、このそう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 、絶対まあね、人それぞれ楽しそうって思うことはあれだ、別々だけど、そう思ってた。みんな何で、何のバイトやったことある？やってる方も今いるもんね。何やってますか？やってましたか？やってますか？なんだろう、みんな何やってたんですかね。愛ちゃんが売る商品全部買います。愛がもしさ、愛がじゃあもし全部た品をお品物を並べてたら全部買わなきゃいけなくなっちゃう。うん、大変になっちゃうそれは、さすがに。さすがに大変よ。予備校の先生のバイト、ああこれもね、友達やってる子いた、いる、いたじゃない、いますね。大変そう。教えるのが上手くないとできないよねこれ。スポーツジムのインストラクターやってた。焼肉屋さんでやってるけど辞めることにした。ああ焼肉屋さん大変そう。でも焼肉屋さんってどんどんあれが来たら渡してとか、あと匂いとかついちゃいそう、焼肉のね、ついちゃうよね。そう、焼肉あいたちが普通に行くだけでもついちゃうからこそ、いっぱいついちゃいそう。でも美味しいよね焼肉、好きですよ。あゆ夏祭りの飾り付けだって。そんなのもあるんだ。すごい。プールの会心員と、あ、なんかいっぱいやってる。なんだろうこれ、スタン、ガソリンスタンドかな、とピザの配3個もあれなの、大変だ。ピザ楽しそうだよね。ピザ楽しそうだなと思う。飲食店のバイト、あ、飲食店もいいな、いいよね飲食店ね、楽しそう。でもうーん大変そう、普通に見てて大変そうだなって思う。家庭教師がやっ、家庭教師とかもあるんだ。あー飲食店、接客ね、接客あれ取るの大変そう。注文取る方大変そう。覚えるのがね大変だよね、絶対大変そう。あ、遊園地の案内係、いや大変。でも遊園地はやってみたいから、やりたいな遊園地。まあそうよね、みんなに何個やってる方好かれちゃうよね。ゆっくりしてくださいみんなね。ー楽しそう、みんなみんなみんな楽しそう。もうね、もし池部屋行ってなかったら本当何やってたんだろう、全然わかんないや。でも何かしらで何かやってたかもしれないけど、そう小さい頃からモデルさんになることが夢だったし、今も本当変わらないんですけど、それはそう変わんないぐらい本当にそう夢なので、まあ何かしらではいたかもね。アイドルじゃなかったかもしれないし、それは何とも言えないけど、そこは分かんないけど今、うん分かんないけどね、何か知られてたかもしれない。だから何かしらで会えてたかもしれないね、どっちにしても入ってなかったとしても、会えてなかったかもしれないけど、それは分かんないけどね。あでも洋服屋さんで働いてそうだって、あ働きそうは言う自分でも働きそうだと思う。
ああ飼育員さんいいね。ペットショップまあやりたいなと思った。一回まかない食べてみたかった。いや働いてまかない食べるの夢だった。あ15分経った。111日目、いや違う121日目です。はい、カフェの店員さんもやってみたかった。そんな感じで今日はね、そうちょっと早いんですけど、急遽なんですけどおしまいにします。そう15分でごめんね、そうごめんね、おしまいにします。今日はまた明日長くというか、まあ普通にできたらいいなと思っているので、ぜひ明日も見に来てください。急遽始めて急遽終わってしまって申し訳ないのですが、あのツイッターもまあこの後どのくらいで更新するか分かんないけど、するので見てください。はい、じゃあランキング発表を読みたいと思います。13位 YK さんありがとうございます。12位ヒカルさんありがとうございます。11位田沢さんありがとうございます。10位キットさんありがとうございます。9位スターフレッシュさんありがとうございます。8位ラテラルさんありがとうございます。7位ガクシャンさんありがとうございます。6位春風亭三丁さんありがとうございます。5位チーさんありがとうございます。4位響ちゃんありがとうございます。3位マエさんありがとうございます。2位ナミーさんありがとうございます。1位カモンさんありがとうございます。見てくださった皆さんもありがとうございました。はい、あとコメントとか星とかギフトなどもありがとうございます。お辞儀。はい、もしなんか明日やってほしい、こんなのやってほしいよとかあったら755でお待ちしてます。755になんか書いてくださったらなって思います。はい、ありがとうございました。バイバイ、またね、バイバーイ、バイバーイ。